こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は勝手にカレーライス選手権ということで、美味しさだけではなく、レトロ、量、また行きたい度数、雰囲気、お求めやすさなどを数字化した動画となっております。ご覧ください。まずはスープカレー天竺清田店。創業したのが1997年、清田区平岡一条一丁目。 南インドスープカレーということで、カレーには南インドと北インドのカレーがありまして、北インドがこってり濃厚、そして南インドカレーがあっさり辛口ということで、どちらかというと南インドカレーと書いてあるので、あっさりで辛口なんだと思います。 これは北海道チキンカレーでございます南インドスープカレーの北海道チキンカレーということになりますスパイスの匂いがこの鼻からねこのなんか強くポーンと抜ける感じがね非常に強くて私の好きな味でしたよねこのチキンなんかもスプーンで勝手に溶けていく感じで非常に柔らかかったです 店内の雰囲気なんかもそのインドの雰囲気なんかがあって雑貨も所々あったりしてこの内装とこの味がね非常にそのシルクロードを渡ったようなそんな気持ちになりましたシルクロードは渡ったことはないんですけれどもねということで「スープカレー天竺」お求めやすさ7雰囲気8また行きたい8 続きまして、ニセコ町でございます。JR ニセコ駅から歩いて5分から10分ぐらいのところにある食堂ミラク。えっ、ー、と、外観にはこのように英語で書いたメニュー表があるんですが、スキー場がある外国人がたくさんいるようなニセコではないので、かなり落ち着いた場所にあるお店となっております。 薬膳カレーです体にスーッと入ってくる感じで胃もたれしませんでお店のテーマとしましてもニセコの自然の中誰にでも美味しく体を元気にする食べ物作りと雰囲気を味わっていただきたいということなんですが、まあ、お店の雰囲気もね和風で非常にゆったりとした雰囲気を味わうことができます、まあ、人気店独特の食べたら早く買いなきゃ感がないんですよね 完全グルテンフリー、小麦類なし、デイリーフリー、牛乳なし、無添加工房のカフェということなんですよね。で、お土産なんかも数多く販売していますし、これは大豆でできたチーズです。これもね、本当に美味しかったですよ。皆さんにぜひ行っていただきたいお店の一つでございます。店内は和室になっておりまして、家具なんかも置いてありますし、レトロを感じることができます。レトロシス、 9、価格設定。8、雰囲気。8、また行きたい八8、続きまして、山彦、小樽市稲穂三丁目。ラーメン山彦って書いてるので、ラーメン屋さんの印象があるんですが、カレーライスも最高だったということでございます。このようにね、バターラーメンなんかもあるんですね。カレーラーメンなんかもあり、ご飯物として、とんかつ定食、カツカレー、カレーライスなどがあります。 最近は値上げをしているお店が多い中、550円というね、非常にお求めやすい価格のカレーライスということなんですが、かなり具だくさんのカレーライスでして、辛味もね、あの、ナチュラルというか、特に何も言わなかった状態なんですが、辛味がちょっとピリッとくる感じでね、非常にパンチのあるカレーでございます。ぜひ食べてみてください。 ということで、ラーメン山彦、レトロ9、量8、価格設定10、雰囲気7、また行きたい度数7、カレー大賞、留萌市大町3丁目、このように全品お持ち帰り可能だということでございます。 営業時間が11時から15時中休みが入り17時から20時定休日が日曜日となっておりますこのようにカウンター席とカウンター席映ってないですがテーブル席もありまして、まあ、お客さん同士の距離が近くてですね隣に座っていた高校生の話がね、まあ、聞くつもりなかったんですけどね聞こえてきましてまあついついい一い日だったねとね言いそうになりましたよね カレー、カツカレー、特大カツカレー、ハンバーグカレー、まあ、エビフライカレー、月見カレー、まあ、コロッケカレーなんかもありますよね。まあ、なかなかカレーといえども、いろんなカレーがあって迷うところでございます。まあ、たい最初に行った時は、スタンダードなカレーを注文しますよね。 辛さは甘口中辛、辛口大辛、激辛がありまして、まあ激辛いきたいところなんですけれどもね、まああまりにも辛いとカレーのね、味がしなくなるお店もあったりしますからね、まあスタンダードな、確か辛口だったと思います。私のね、食べ方が悪かったのか、あの、ライスが異常に余ってしまいましてですね、まあ、ライスが余ったっていう話でございます。もうルーの味はね、非常にこの、 とろみというか濃厚なカレーでした一言で言うとね。ということでカレー大賞、量8価格設定8雰囲気6また行きたい度6続きまして札幌市内です。 デリー、狸工事一丁目にあります。狸工事の一丁目の端っこでございます。もうすでに私はね、もう常連というか何回も行っているお店なのでね、こんなお店があるんですよ。知らない方はぜひ行ってみてくださいとね、言いたいですよね。創業が1982年ということで、かなりの老舗のお店でございます。 器もね、美味しそうに見えますし、実際に美味しいんですよ。ルーの味も私本当に好きです。で辛さなんかもピリッとくる感じで、足りなければテーブルに置いてあるスパイスで辛さを増すことができます。これはチキンカレーでね、あの口コミではね、昔より量が減ったみたいに書いてるんですけれども、あの美味しいのでそんなこと全く気が付きませんでした。でこれ辛さ増しみたいな感じでね。まあ、半分普通に食べて、残りの半分に辛さ を増すと2回楽しむことができるので私としてはそういった食べ方をおすすめいたしますということでデリーレトロド7量7価格設定8雰囲気ね結構好きなんですよねその店内のオブジェなんかと味が合ってるんですなので8ですまた行きたいすでにねもう何回も繰り返し言ってるので10とさせていただきます アジャンタインド仮店、南区川沿い11条2丁目2 3 5号線をまっすぐ行きますと、小道に入ったところにスナックや食堂が並んでいるところがありまして、その一角にあるのがアジャンタでございます。カレーの味が濃すぎず、非常にナチュラルな感じで、野菜の良さもすごい引き立っているカレーだなと思って食べた印象があります。 店内の雰囲気も、カレーの味なんかも非常にシンプルだということで、また行きたい度 8! 続きまして、三つ食堂、瀬田町北日山区、北日山にあります。この外観から見る通り非常に年季の入った老舗でございます。店内の柱だとか座席なんかもね、非常に味わい深いです。 食堂ということなんですが、カレーライスの種類も非常に多彩でございます。さらにそうめんなんかもあるんですね。今編集してて気がつきました。そうめん次食べたいなと思いますよね。セタナ町で50年以上続く老舗、遠くからはるばるやってくるファンも多いということで、このようなダイナミックなカレーをいただきました。 ハンバーグカレー900円ということで、まあ食べた感想としては、まあ来てよかったなと思いますよね。このカレーと店内の雰囲気を合わした総合がね、やっぱ来てよかった感が増すんですよね。レトロ指数10、量9、価格設定9、雰囲気10、また行きたい度10、 続きまして、味所山田沼田町本通り3丁目、石狩沼田駅を降りてすぐのところにある食堂で、このようなコックさんの人形が出迎えてくれます。 食堂なのでメニューも豊富でございます。まあ、カレーライスだけでもね、これだけ種類があります。カレーライスはね、750円ということで、お求め安い価格となっております。石狩沼田の街並みってね、あの、古い素晴らしい商店がたくさん並んでおりまして、広範囲に広がってるんですよね。で、ずっと歩いて見て回った後に、最後に食べたこのカレーがね、本当に最高でした。 回収食堂ということで、まあお子様でも食べれるような辛さ設定になっております。ぜひ行っていただきたいですよね。あとはお店の方がね、非常に親しみやすい感じでね、あの人柄が良かったです。レトロシス8、量8、価格設定10、雰囲気8、また行きたい度10、 続きまして、番系温泉湯の戸屋送別町でございます。登、まあ、別の奥にカルルス温泉があって、その奥にある番系温泉的なイメージなんだけれども、札幌から行くと、登、まあ、別より近いっていうね、そういう温泉の中にある食堂のカレーが美味しかったという話でございます。 本当に普通のカレーと普通のサラダだからいいんですよね。本当に普通なものって意外とね、なかったりするので、あ、これが本当のスタンダードなカレーだなーっていうね、そういう良さがあります。なお、湯の戸屋の温泉もね、本当に最高なので、組み合わせてね、食堂と温泉を組み合わせて楽しんでいただきたいなと思っております。 レトロシス、歴史ある温泉ですからね、10で当然です。さらに、お求めやすさも10、雰囲気も10、また行きたいと10でございます。まあなんかパーフェクトになっちゃいましたよね。まあ素晴らしいということでございます。 続きまして、ドミニカでございます。10年ぐらい前一番行ったカレー屋さんですね。昔あった東急ハンズの隣にあったビルの中に入っていたドミニカっていうカレー屋さん。覚えてる方いますかね今は移転して、えー、ススキノの中にあります。 カレーのスープが黄色、豚骨ベースの黒、豆乳ベースの白、トマトベースの赤ということでね、4種類あるということで、非常にもう1回や2回行っただけではね、そのドミニカの良さが分からなかったりするんですが、私はね、黄色が好きです。で、見てわかる通り、この日はね、やってなかったのか、休み時間でした。まあ、あの動画では食べてませんが、美味しさは最高でございます。まあ、レトロ指数とか店内とかはね、別に普通なんですが、また 期待機態度は10でございます。 ドミニカがやってなく仕方なく来たのが松の屋すすきの店第3グリーンビルの1階です。前まで松屋だったところで、現在は松の屋にリニューアルされ、そこのカレーを食べたということです。まあ普通ですよ。今はもう店員さんと接することなくカレーが出てくるんですね。券売機を買ってピー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 ってなって自分で取りに行くみたいなね。で、下げるのも自分で下げなきゃいけない手間。まあ、特に、あ,あ、美味しかったっていうわけでもないカレーを食べ終わって下げに 行く感じこれはねまあ、あ,あそうだよなチェーン店だよなって感じはチェーン店独特の面白さがありましたまた行きたい度3とはいえチェーン店なので万人受けする味付けっていうのはねなかなか作れないと思うのでそれはそれですごいんじゃないかなと思います誰もが彼もがま平均点60点は取れるみたいなねそんなカレーでございます。 ニセコです。くっちゃん町に花園エッジレストランバーというね、まあ外国人向けですよね。2400円のカツカレーをー食べました。まあまあ普通なんですよ。普通のカツカレーなんですが、価格設定が外国人観光客、まあスキー客向けということになっております。 まあ、外国人から見たら円安だのなんだので、別に2400円はね、あの、高くはないそうです。日本人からすると、おい、ちょっと高いんじゃないか、みたいな感じはするんですけれどもね。まあ、給料は上がらないのに、物価は上がり続けている、みたいなね、そんな時代ですから、まあ、そんなカレーを食べている時の様子です。音はね、これミュートになってるんですよ。文句ばっかり <laughs>。 <laughs> 文句ばっかり言ってますからね。まあ、ただね、まあ、価格設定が800円とかだったら別にね、まあ、スキー場の美味しいカレーで、まあうん、カレーだよなという感じでね。まあ、こういうカレーもあるんですよということでね、あの、番外編でございます。ということで、価格設定にまた行きたい度まあ、3ぐらいにしときましょうか。雰囲気は外国人だらけでね、外国人9割なので、なかなか味わえない雰囲気なので10です。 ニセコで2400円のカレーを食べてもう味とかその価格の感覚が麻痺してしまった元に戻さなければいけないということで京極温泉にやってまいりましたでこの京極温泉のカツカレー750円もう日本に戻ってきた感じがしましたし温泉を入った後のカレーはねさっきも出てきましたけれどもこのセットはね本当に素晴らしい組み合わせなのでぜひ京極温泉のこの濃いカツカレー、ね、この畳に 座りながら食べる日本らしいカツカレーをね、もうセットで味わっていただきたいなと思っております。まあ、レトロ8、雰囲気8、また行きたい7。続きまして、バンカムトマコマイシ表町5丁目。<laughs> JR 苫小牧駅から歩いて5分から10分ぐらいのところにあります。まあ、10分かかんないですね。創業が1979年ということで、前のオーナーさんが喫茶店としてオープンし、現在のオーナーさんが東京で料理を修行し、帰ってきて引き継いだお店ということでございます。店内の雰囲気も本当に素晴らしいです。 ドライカレーでございます。今回はカレー特集ということでスープカレールーカレーそしてドライカレードライカレーはあーこの1点のみですよね非常に個性のある感じで一度食べたら忘れられないようなそんな見た目と味でした店内の雰囲気と合わせて非常にいいお店で繰り返し行きたいと思えるお店でしたレトロ9量8価格設定8雰囲気10また行きたい度。 J 続きましてルナパーク小樽市松ヶ江、えー、天狗山方向にありますまあ観光客だとか外国人観光客のねバーストが来ないようなところなので非常に穴場なんだけれども地元の方には人気のね紹介したくなかったお店ですよね1980年創業のお店でございますまあカレーライスなんかもね本当にあに素晴らしかったこの目玉焼きとねこのルーの合わせた感じルーがね合わせた感じ 合うようにできてるんですよね。またで店内の雰囲気、テーブルの雰囲気、本当にね素晴らしかったです。レトロさも非常にありました。 お店の方が月刊誌小樽っていうのがありまして、ここにエッセイを書いてまして、最近交通事故に遭いまして、痛かった腰が事故によって治りましたみたいなね、なかなか面白いこと書いてましたねっていうのをね、お店の方と話した記憶があります。なかなか素晴らしいお店だったので、また繰り返し行きたいお店でございます。ということで、心踊るようなこのソファー、あとはテーブルなんか最高ですよね。レトロ10。 価格設定8、雰囲気10、また行きたい度10。 いかがだったでしょうか北海道のカレーライス屋さん特集第1位みたいなねそんな感じだったんですけれども、まあ、北海道にはまだまだカレー屋さんっていうのはたくさんありますからねおそらくパート2もあるのではないでしょうかお店の雰囲気とそのカレーライスを合わせた総合点みたいなのはね私は重要だと思っておりますそんな感じで行きたいお店あればぜひ行ってみてくださいありがとうございました